はい、ユーレックスです。さあ、皆さん、もう季節もね、本当に暑いので、もうね、水やりの回数がね、増えていると思います。で、本当にね、この時期、また梅雨に向けて、またね、これからお水やりに対して悩む方も多いと思うんですけど、実はですね、僕もですね、多肉植物、塊根植物とかね、いろんな植物を育てているんですけど、この年間を通して、そして今からこの梅雨の時期でも、決してね、水やりを悩まないね、植物が実はあります。ちょっとね、ここらね、問題です。そのお水やりをね、悩まない、で、お水やりがすごく回数が多い植物は、皆さん何かわかりますか？実はですね、シダ植物になります。まあ、シダ植物といっても今ね、すごく、大きくなわけで、大きなね、枠でちょっと紹介をしてしまったんですけど、まあ、大きくね、分けて、僕の中では2つのタイプがあると思っています。まず一つは、鉢栽培ですよね。鉢の中に土を入れて育てるタイプと、もう一つは、このシダ植物はですね、有名なのがビカクシダという植物がありますが、この着生植物と言われるんですね。自生地ではね、樹木とか岩場などに着生している植物なんですけど、まあ、こういったね、着生タイプとこういった鉢で育てるタイプの大きく分けて二つあると思っています。で、ただですね、このまあ、着生植物、樹木に板付けをして育っているこのビカクシダも含めて、ね、この鉢栽培をしているシダもですね、お水やりって本当にね、もうこの時期は特にもうほぼ毎日と言っていいほどお水が大好きなんですね。まあ、なのでこの動画はね、シダ植物の紹介と、またね、ちょっとお水やりで悩んでいる多肉植物とかね、いろんな植物を育てている方で、ちょっとね、お水やりが難しいなと思っている方は、ぜひね、シダ植物を育ててみてほしいなと思いました。なので、この動画をきっかけに、ちょっとね、園芸センターとかホームセンターとかいろんなところで、ちょっとシダ植物をね、探してみていただけたら嬉しいです。はい、じゃあ今回はちょっとね、お庭のシーンに、切り替わっていきます。それでは、スタート。はい、でね、まずね、シダ植物、まずご存知じゃない方は、シダ植物っていうのはまずですね、いろいろなタイプがありまして、こういったね、板付けと言われていたりとかね、こういった樹木とかですね、こういったように着生植物と言われておりまして、こういったね、着生植物のシダ植物は板付けとかこういった流木につけて、ね、育てています。自生地でもね、こういった樹木とかにこういった着生をして育っている植物なので、こういったね、日本で育てる場合でもこういった樹木にこういったね、テグスイートとかで、育てています。で、またね、こういった感じで、水苔といってね、言われるもので、ね、お水をあげているということですね。はい、でまずね、順番に説明していきますね。まずこちらがね、シダ植物のね、ビカクシダのネザーランドと言われるね、最もね、まあ、ポピュラーといいますか、もう園芸センターとかでも最近はね、見かける、コンビニとかでもね、置いてあることが見たことあります。それぐらいね、すごくね、お手頃のリーズナブルなシダ植物です。で、こういった感じのね、はい、こういった、ね、胞子葉と言われるね、胞子ができるものと、こういったね、貯水葉とね、言われている、お水をね、貯蓄するための、葉っぱと、胞子葉と言われるね、まだありませんが、このね、葉っぱの裏側に胞子ができて、ね、子孫を残すと言われているような、こういったビカクシダです。で、こちらもね、続いてビカクシダのベイチーと言われるタイプで、同じようにね、貯水葉があって、今ね、この貯水葉がまだ新しいのが緑色ですね。で、この、ちょっと茶色かったのが、この古い方が入ってます。で、このベイチーはね、ちょっと細長いタイプのものですね。はい、こういった感じです。はい、で、続いてこちらが、はい、こちらがね、リドレーと言われるタイプですね。はい、こちらのね、リドレーが先ほどのね、ビカクシダとまたね、それぞれタイプが違います。こういったようにちょっと手のひら型のね、タイプになっています。はい、すごくね、このね、星をね、すごく立派。貯水葉ね、すごく立派ですよね。はい、そしてこちらがね、アブラモルのね、コルナースと言われているタイプで、こちらもね、僕はね、着生をさせてみました。はい、こういった感じですね。すごくね、葉っぱのね、形がすごく硬いです。こういった感じで葉っぱが硬くてという感じで、
こちらがね、ドリナリアのね、リギドラというね、タイプになります。ドリナリアもね、このシールドと呼ばれるタイプ、すごくね、かっこいいんですよね、この。はい。で、葉っぱがすごくこういった細長いシャープな感じで、ちょっと今こちらまだ、ちょっと枯れてしまいましたが、まあね、こういった感じで春先になってね、新しい芽もね、出てきました。はい。こういった感じで、板付けタイプとか、こういったタイプもね、いろいろなタイプがあるので、またね、皆さんいろいろと調べてみてください。そして続いてがね、これがね、鉢で育てているタイプの、シダ植物になります。こちらがね、まず、リュウビンタイとね、呼ばれているタイプです。はい。こちらですね。はい。ここがね、茎系となっていて、すごくね、また新しい、もう葉っぱもね、出てきました、茎も。で、こう、ビヨーンと、ランナーが伸びて、葉っぱが出ているというタイプになりますね。もうね、この子本当お水大好きなので、年間にしてね、本当に毎日お水をあげています。はい。で、そしてこちらですね。こちらがね、スプレニウムの原材とね、呼ばれているタイプで、これね、葉っぱの形状がすごくね、可愛らしい。ちっちゃいね、恐竜の手みたいな感じで。で、この子はですね、面白いのが、シダ植物はね、胞子が出てね、子孫を残すんですが、この子においては、ね、ちょっと見てわかりますか？こういった感じで細長い、こういったね、ランナーと呼ばれているものを伸ばして、ね、どん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 子孫を残すと言われている、ちょっと珍しいタイプのシダ植物です。はい、そしてこの子ですね、続いて。こちらがね、アマミレンダーと呼ばれているね、アマミヨシマのね、固有種ですね、種の保存法と言われているもので、すごくね、販売とかそういったものにもね、規制がかかっている、すごく珍しい、アマミレンダー、シダ植物です。こういったちょっと葉っぱのね、ダイヤみたいな形していて、すごく綺麗ですね。はい、そして続いてが、こちらがね、台湾、はい、青ねカズラとね、言われているタイプで、こういった茎系がね、岩場とかに着生をして、でね、葉っぱを伸ばしていくタイプのシダ植物になります。こういったね、シダでよく見られる、こういった葉っぱの形状ですが、やっぱね、この茎系がね、珍しいですね。ちょっと青みがかった色がしていて、すごくね、面白いシダ植物です。はい、僕もね、こんな感じでちょっと岩場に着生をさせて、育てています。そして続いてですね、こちらがね、アスプレリウムのね、デスリーと言われるタイプです。もう今すでにね、ちょっと春先になって新しい葉っぱが出てきましたが、こういったね、アスプレリウムも葉っぱがね、こういった細長いシャープな感じが特徴的なんですけど、で、触るとね、すごく硬くて、で、葉っぱをよく見てみるとね、こうちょっとね、線が入ってるのが分かりますからね、まあ、こういった感じのね、すごく可愛らしくて。で、葉先がね、こういった感じのね、ちょっと、くねりのあるタイプですね。ここもまた珍しいですよね。はい。で、そしてこちらがね、ちょっとこちらはね、学名がないラベル落ちしてるんですが、斑入りのね、アスプレリウムのシダ植物になります。はい、今こういった感じで、ね、ちょっとまた新しく綺麗なね、葉っぱがどんどん出てきてくれています。はい。そしてこちらがね、ウレブリウムというね、また青みがかったね、シダ植物になります。すごくね、色合いが綺麗ですよね。こういった感じの、はい。こちらもね、すごくね、園芸センターとかでも最近は見かけるようになったので、皆さんチェックしてみてください。でこちらがね、ブレクネムね、リッパムドワーフとね、言われているね、すごくこの樹木の部分がね、すごくかっこよくて、でね、この葉っぱも、成長点から今また新しい葉っぱが出てきてくれてますが、すごくね、かっこいいんですよね。で、葉っぱはね、すごく硬いです。以前でもね、このブレクネムキッパムドワーフ、ね、紹介している動画があるので、そちらもチェックしていただきたいんですが、まあ、今ね、夏場に差し掛かって、気温も上がってきたので、お外管理をしてあげています。ちょっとね、まだ状態はね、この湿度がまだ足りてないのかね、状態良くないんですけど、これからまた梅雨の時期になってね、水もちょぶちょぶ上げて湿度が高くなると思うので、そこからまたね、ぐっと、成長もね、安定してくるかなと思っています。はい、こういった感じのね、ブレクナムキッパムドワーフです。
はい、じゃあ皆さんね、今回は本当にね、ざっくりとちょっとね、我が家のシダ植物の紹介をさせていただきました。まあ、ビカクシダ、ドリナリアとか、アブラモルファとか、ですね、あとはアオネカズラとかですね、そういった、日本でもね、自生しているような植物も紹介させていただきました。まあね、今回この動画をきっかけに、このね、お水やりに悩んでいる方も、ちょっとね、シダ植物にシフトを向けていて、ね、ぜひね、シダ植物を育てて見てほしいです。で、今回ね、紹介というだけの枠になっていきましたが、次回ね、何かきっかけがあればね、このシダ植物のお水やりとか管理の仕方もね、まあ、私、ユーデックス流ですけど、何かね、紹介をさせていただけたらなと思っています。はい。今回もね、この動画が良かったなと思った方は、チャンネル登録、そしてグッドボタンの方よろしくお願いいたします。それではね、またお会いしましょう。